はい、こんにちは。重工房のフラシジです。今日はね、ちょっと皆さんにお願いがあるんですよね。もう今その空前のキャンプブームということもあって、実はね、その反面ちょっと問題が起きてるんですね。我々が好きだったキャンプ場が結構閉鎖されてるっていう話を聞きます。まあ、今日はその一つとして、岐阜県揖斐川町にある春日川オートキャンプ場、動画の中でも2、3回ご紹介したことがあって、まあ、すごいいいキャンプ場だよなんてね、ご紹介したことも、まあ、責任の一端があるかもしれないですけど、すごく多分流行ったんだね。で、流行って人が集まって、無料のキャンプ場だったもんですから、まあ、すごく人が集まって、その中にはですね、ごく一部の、ごく一部のね、マナーの悪いキャンパーがいたと。あとは、そのグループキャンプとかファミリーキャンプで、例えば、火を直火で、ね、河原に直接火を使ったりとか、しかも焚き逃げっていうの、その焚き火をそのまま始末もせずに帰ってしまったりとか、ゴミを捨ててったりとか、中にはね、私が行った時はコンロそのもの捨ててあった。もう使い捨てみたいな感じで捨ててあったりとか、酔っ払って大声で騒いだりとか、花火を打ち上げたりとか、挙句の果てにカラオケ始めたりとか、いうね、いろんな悪い、そのマナーの悪いキャンパーが、いたようですね。そんなこともあって、これ多分いろんなキャンプ場で同じような問題が起きていると思うんですけども、今回はその揖斐川のですね、春日川オートキャンプ場が閉鎖、全面閉鎖になってしまったという本当悲しいお知らせがあったんですね。これうちのコメントにそういうお知らせいただいた方の情報を持ってですね、調べてみたらそんなことでした。で、今思えばですね、私が始めた頃、今から4、5年前のキャンプ場ってね、ガラガラで、平日なんか完全ソロね、私一人でキャンプやってたぐらいだったんだけど、今はもう平日でも必ず誰かいらっしゃるような状態ですね。はい、そんな状態がここ1、2年ね、続いてるんですけども、今思えばですね、今は第3次キャンプブームっていうのかな、第1次が1960年代の、そのいわゆる我々で言うとボーイスカウトとかカブスカウトっていう時代なんですね。そういう時代。で、第2次が、私たちが30ぐらいの、1990年代ですね。の、その、ログキャビンテントみたいなのを使ってさ、それこそコールマンとかそういうのがもう本当にどんどん入ってくる時代でしたね。いわゆるちょっとバブってる頃のキャンプの時代ですね。それから、そして現在のそのコロナ禍でのその第3次キャンプブームということで、その第3次キャンプブームになるとさすがに機材も安くなってね、誰でもキャンプがやれるという状態になってしまって、こういう弊害が起きてるんかななんて思っています。で、我々 YouTuber みたいな人たちがね、あちこちでこう、春日キャンプ場いいよみたいなことで宣伝するので、そのせいもあって人が集中しちゃうということがあったかもしれないですね。はい。なんで、結果的に例えば近隣住民に迷惑かかったりとか、その騒音問題とか、火災の問題とか、あとはゴミの始末とかね。仮に自分がその近く住んでたら、それは、迷惑だよね。車の出入りも多いし、なんか近くで火使ったら心配だよね、火事がね。そういうこともあって、結果的にはですね、反対があったんだろうね。近隣住民の反対のもとに、こういうものが禁止になってしまったと。残念な結果ですね。で、キャンプ場が閉鎖されたっていうことだけど、我々 YouTuber としては、今後はそのキャンプ場仮に行ったとしても、一切名前を伏せるように、私はやろうと思います。どこどこキャンプ場来ましたっていうことは言わないようにね。できるだけ場所も特定でされないようなその動画の上げ方をしたりとか、そういう工夫が必要かなと思ったりもしますね。で、今回はですね、実は皆さんにお願いがあって、そんなことをできれば、もしね、戻せるんであれば元の状態に戻してほしいということで、嘆願書をね、書こうと思ってます。で、下の概要欄にリンクを貼っておきましたので、その嘆願書を PDF をね、ダウンロードしていただいて、サインして、私宛に、スキャンして送っていただければ、私の方で取りまとめて、その揖斐川町の、岡部さんかな、町長さんに、提出しようと。もう目標500通をね、目標にして、皆さんの署名をね、集めて、町に提出したいなと思ってるんですね。はい。なら、もし協力できる方、もしくは、この辺り、東海エリアですね、すると行くかもしれないな、なんて方いらっしゃったら、ぜひご協力いただきたいなと思ってるんですね。これ多分日本中同じことが起きてると思うので、少しでもそういう、起爆剤になればいいかななんて思っています。当然その条件付きで、例えばその、そうだな、もし再開するとしても、直火は一切禁止、例えば焚き火台とか器具を使って、焚き火シートを使って、
という条件をつけたりとか、あとはその有料無料のところを有料にして事前予約制の有料制にするとか、そういうことにするとかですね、まあ、あともちろんゴミは絶対に持ち帰る、そういう完全なマナーを作って、ちょっと厳しめの罰則付きの例えばそういうルールをちゃんとやってね、やった上でのその再開っていうのをお願いできないかなと思ってるんですね。はい、まあこれからはやっぱりその使わせていただく方もね、ちゃんとマナーを守らないといけないし、まあ、その辺の約束事をちゃんとやっておけばいいんじゃないかなと思うんですよね。はい、せっかくいい文化ができた、そのキャンプというね、楽しい文化ができたので、それがこう、奪われるようなことになってしまって、本当に残念だなと思いましたので、今回はちょっと取り急ぎ、このキャンプ場再開、まあ今すぐ再開はいかないかもしれないけど、例えば来年からでもいいので再開していただければなと思って、皆さんにお願いをしたいなと思いました。もし協力できる方は、嘆願書をですね、ダウンロードして、証明して、私にお送りください。はい、ということで、ご協力をお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今日は、そのキャンプ場再開の嘆願書のお願いでした。皆さんのご協力をお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。ようさん、さら。いや、本当にもったいないよね。っていうか、そのいい文化なんですね。キャンプの文化っていうのはいい文化だと思うので、まあ、ぜひね、やめることは簡単なんで、ちょっと努力して、みんなで継続できればなと思っています。よろしくお願いします。さよなら。